ええから飛んでみ。いざ尋常に勝負。来ません。勝負あり。吉野凛花。ごめんね、鉄之助。あんまりはしゃぐなよな、俺の町で。いざ尋常に勝負。吉野凛花。ごめんね、鉄之助。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。吉野凛花。あんたが悪いんだよ。それが本当の痛みだよ。こっちよ。私はここ。死んでみるかい。いざ尋常に勝負。
凛花。あんたが悪いんだよ。それが本当の痛みだよ。イラつくんだよ、てめえ。いざ尋常に勝負。吉野凛花。あんたが悪いんだよ。それが本当の痛みだよ。何時、孤独を受け入れよ。いざ尋常に勝負。壊れるなら蝶になりたい。勝負あり。吉野凛花。ごめんね、鉄之助。私の話を聞いて。私の名はナコルル、光の巫女。あなたにお願いがあるの。今あなたの目指している人は恐ろしい人たちの仲間。その人たちの名前はアギオ三人衆、邪悪な意志を継ぐ恐ろしい人たち。20年前、邪悪な意志のもととなった人物が現れたの。その人物は今の世の中を混乱させて、強い者だけが生き残る国を作ろうとしているわ。その時におぼろは邪魔になる私たち光の巫女を恐れて封印したの。お願い、私はもうこれ以上動けないから。彼女ならきっとあなたの助けになるはずよ。彼女はこの先で長い眠りについているわ。お願い、あの子を助けてあげて。名前はリムルル。私の妹なの。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。
勝負あり。吉野凛花、あんたが悪いんだよ。それが本当の痛みだよ。尋常に勝負。ガラント様が笑ってるぜ。勝負あり。吉野凛花、あんたが悪いんだよ。それが本当の痛みだよ。切る。いざ尋常に勝負。あれはこの程度なのか。勝負あり。吉野凛花、ごめんね、鉄之助。僕の名前はターシャンマオ。よろしく。いざ尋常に勝負。
吉野凛花。ごめんね、鉄之助。己が生き方は体で示せ。いざ尋常に勝負。バカな。勝負あり。吉野凛花。あんたが悪いんだよ。それが本当の痛みだよ。何時が命もらい受ける。いざ尋常に勝負。おやじ殿。勝負あり。吉野凛花。あんたが悪いんだよ。それが本当の痛みだよ。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。吉野凛花。ごめんね、鉄之助。誰も傷つけたくない。でも闇はまた訪れる。夢は絶望に変わり、すべて消え去れと囁く。もう心が壊れてしまう。
お願い、帰って。いざ尋常に勝負。良いのです。勝負あり。吉野凛花。ごめんね、鉄之助。Thank you.